2級観光所ですね、学科試験、これのですね、ガイダンスを少し見ていきましょう。そうしますとですね、まずこの試験はですね、皆さんも学科試験でですね、申し込みが行われたと思いますけども、試験がいよいよ11月の中旬までね、大体行われて、学科試験と実地試験が行われるね。で、それに通るとですね、学科も実地もし通った場合は、これは2級の観光所のですね、管理技師になることができると。学科だけ通った人はですね、実地試験で不合格になって、もう一回、翌年度ですね、実地試験だけを、受験できると、こういうふうな特典があるということになります。そうしますとですね、これ試験は、午前が学科で、午後は大体実地と、大体こういう時間の配分になってます。で、学科試験はだから午前だけ行われるということですね。午後から実地試験が行われると、こういうタイプになっていきます。問題がここになって、分野がですね、第一分野としては、観光地一般、それから第2分野の中ではですね、空調関係と衛生関係とこう別々に問題が出るので、例えば空調の人はこっちを取ればいいしね、衛生の人はだからこっち側の上下水とか給排水関係を取ればいいと。でその他は共通の部分もありますから、ということどちらかというと自分の得意な分野を選択できるというそういう特徴があるわけですね。そしてこの観光地のこの設備、これはですね、空調も衛生も区別ありませんから、そういう共通の部分の材料についてはですね、必須であるということですね。それで、あとですね、あとは第三分野は、計画とか工程、品質、安全といった施工管理に関する問題、それとあとは工事管理ですね、これは9題。合計5題から12題だけ回答すればいいです。1個だけ計算問題が出てですね、計算問題は問題30のネットワーク、これは計算だけで出てますね。4分野は、これは法規ですから、労働安全衛生法とか、それから労働基準法、ね、建築基準法、建設業、その他の、消防法等関係がこう出てくると、そのうちの柱だけを取ればいいと、こういうことになってますね。そうするとこういうことです。したがって、基本的な環境とか、流体とか、熱とか、建築とか、土木とか、電気とか、そういったような基本的なものと、それからあと専門分野と、それから工事を管理する施工管理と、それから全体を司る法規関係、こういったような組み合わせの中からですね、合計52台出てくる、そして40台回答するということですね。これには 60% ですから、24問以上正解になれば学科合格と、こういうことです。52問出て、24問の回答がちゃんと正解が出るようであれば、これは合格と、こういうことになってくると、こういうことね。これは学科試験の。でこちら側に書いてあるのは、これは実地試験の場合ですから、今回は学科試験だけですが、こういうようなパターンになります。じゃあ具体的にですね、こういうところがどういうふうなものが出てくるのかと、ちょっと、例を見ながら考えていきましょうね。室内の空気の環境ということですね。こういう基準があるわけですね。例えば室内のですね、空気中の二酸化炭素の許容濃度というのはですね、一酸化炭素より低いというんです。そうじゃなくて、室内の空気中の二酸化炭素濃度というのは、これは 1000ppm 以下、それに対し一酸化炭素濃度は 10ppm 以下であるということで、こういう数値をね、しっかり覚えていかなきゃいけないよということですね。二つ目のところいきますとですね、空気中に浮いているですね、浮遊の粉塵、これは 0.15mg/立方メートル以下といったこういった数値をですね、こういう粉塵は 0.15mg/立方メートル以下ですよと、こういった数値を少し覚えていかなくちゃいけないね。それから3番のところでですね、ホルマルデヒドとか、それからトルエンとかベンゼンですね、こういったホルマルデヒド系ですね、それからトルエン、ベンゼン、こういったような揮発性の有機化合物、これ VOC、 これ S ついてるのはいろいろあるから S ついてるね、揮発性の有機化合物 VOC、 これは、シックハウス症候群の、主要因である、ね、アレルギーを吹き起こしたり、気分が悪くなったりするということね。アンモニアは接着剤によって起こるんですね。それからあとはですね、臭気というのはこの匂いですね、これは室内空気の汚染度を示す、指標で、一般にこういうヤグローの臭気強度指数というのを表して0、2分の1、1、2、3、4、5ということで7段階に分けて匂いの状況を表現するといったような、こういう事柄をですね、しっかり整理しておくと。こういったように
横軸にあの環球の温度、こっち側はですね絶対湿度という X を取るね。でこういうグラフが出てくる。でエアコンとか空調とか、まあ、そういったものですね、そういうものをここらは空調関係ですけれども、例えばこういうふうな管理上のですね設計上のこうグラフが得られる。でこの読み方がよく知ってるね、例えばここでいうこの位置というのはね、これは室内の空気の状態を表して、2は外気、外からの空気。そしてこの外気と室内の空気を混合してですね、そしてこれを冷却をして、空調関係から出てくるよと。でこれをこういうサイクルですね、こういうサイクルですね、ここから取り入れてこう回って帰ってくる。というようなことで、ここにあるのが室内で、これは外気で、これを混合したからちょっと真ん中に行きたい。でこれを冷却したからこれ、下がるからね、温度がこう下がってくるから。でこっちが下がってくる。で、ダクトで運んでくると、ここにちょうど温度、いい温度を持って帰ってくると。こういうようなあーサークル、こうぐるっと回るものですね。これをしっかりと理解しておくということですね。でこの各点の意味を理解しておくということがポイントになる。例えばこれ室内と考えてみると、こんなふうになってるね。例えばこう部屋があるよと、ね。ここの温度を一定にするわけですね。だからこの室内の空気、これが1だな。ここは1 でダクトを通ってこっち来る。そして1と2の外気と混合して3になるわけ。で3になってここの冷却コイル、ここで冷やすんだな。冷やして4になっていく。で4でダクトで運んでまたこの部屋入ってくる。こういうことでここが室内のこれが1で、そして外気を取り入れて混合して冷やして4に来て、でここからダクトを通して入っていく。これはまあエアコンのシステム。でこれを具体的に表現したのが室内外気混合、それからここの空調の出口と、まあ、こういうような構造をしっかり、図面を読み取れるようにしておくということが、まあ、重要なポイント。先ほど空調のことを言いましたけど、今度給排水関係だと飲料用のですね給水のですねオーバーフロー管にですね排水トラップを設けて防虫対策を行う。どういうことを言ってるかというと、例えばここはねあのちょうどこれ水槽になってるんだな。でこれ例えばこれ飲料用のタンクだ。こう水槽庫ある。水槽庫。こう水槽庫ある。水槽。で、ここからですね、ボルトアップがあって、水がこう入ってくる。で、一定以上になったら、ここから、これ以上溢れちゃって、あとこれ出ちゃうから。で、ここで穴が開いてて、ここに水を排水する。で、これ溢れた水はこっちに外に出しちゃう。そうしないと、タンクの圧力が高くなっちゃうからね。一定の圧力にするために、ここで水をオーバーフローをさせて、ヒューッとこっちに流してくる。その時に直接流しちゃいけないよ。150ミリ以上の空間を空けて、水がこのこちら側の水が逆流しないようにしてよと、ね。そうしないとここ汚れちゃうからね。何かの拍子でこっち側から水をキューッと吸い上げてしまう恐れがあるので、このここに150ミリ以上の排水口の空間 を設けますよと、ね。でここにあの虫が入ってきちゃいけないので、ここにだから防虫膜をここにこうくっつけると。いい、分かった。で、こういうことをまあ理解をしていけばいい。それから、例えば、バーッとこう水道の線をあのひねるとですね、ダーンとかで音がする、バリバリとかってね。で、それはウォーターハンマーってな。で、その時はどうして起きるかなっていうと、大体さ、あの水の流れの流速が速いんだ、要するにな。だからそれを、まあ、関連流速を小さくすれば収まる。どれぐらい小さくしたらいいのと、大体普通はもう決まっていて、2メートルパーセック、1秒間に、2メートル以下になるように、水量を調整すれば、ウォーターハンマーは起きないよと、いうようなことを、まあ、理解した。それからね、今度はあのホースに接続しているその水栓があると、ね、要するに外の庭を巻くホースなんかあるじゃないですか。ああいうものにこう水栓につないで水を撒いてるといったら、そういうときで、これ逆流を防止するために一般にこれね、バキュームブレーカーというものがついてて、外から汚れた水が給水管の中に入ってこないように、そこのところでブレイクさせるためにバキュームブレーカーというものを設けて逆流防止しているよというようなところがある。だから逆流防止するためにこういうバキュームブレーカー、汚れた水が給水管に入ってこないようにするような方法が取られているよ、ね。それからあと洗面器のですね、塗水口空間っていうのは何かというと、アフレートとのこの給水線の、ね、先端、給水線の先端はここだ。給水線の先端とこういう洗面台のところのアフレーンですね、ギリギリのところ、ここから水がこう溢れちゃう。この間の距離は確保してください。ここのことを塗水口空間というよというふうに言ったね。で、ここアフレーンってここちょうどね、で言ってるよ。だから、
この子の距離、このことを疎水溝空間というふうに言っているよということですね。まあこういう意味合いを理解すればいいということで、結局は給水関係を取る人なんかはこういったようなウォーターハンマーだとかバキュームブレーカーだとかっていう道具ですね、止めるようなそういうものを、まあ、しっかり流速をどれぐらいにしたらいいかとか、あるいは勾配を、排水関係だったら勾配をどうしたらいいか、まあ、こういうところをしっかり整理しておく。でこれはね、ネットワークの計算の中でも一番基本になるね、再送開始時刻の計算っていうことが分かるわけな。どうやったかちょっと見てみよう。最初はですね、出発点1のところはこう0って入れるの、まずね、0ってこう入れるわけで、1が来たら、ね、2へ行くんだよ。2行ったらどうなるかというと0とここの4を足すんだよ。そしたら0足す4だからこう4って入るわけで、今度3へ行くんだよ。で3へ行くとですね、この点点点となってるのダミーって言って、これ0なんだよ、日数が0日だから4足す0は0。こっちから来るとね、1から3入ってくると0足す3は3、3と4と大きい方はどちらか、ちょっと4が大きいのでここには4を入れる、大きいよ、大きかったのでぐるぐるっと印をつけて、これは3番で、4番はどうするかというと4と4で8とね、1個しかないでしょ、流入線が。で5へ来るとこっちから来てるのとこっちから来てる、これとこれ足すと7だ。でこれ0だから8と0足して8 だ、8が大きいか7が大きいか、これ8が大きいな、そしたらこっちぐるぐるぐるっとつけちゃう。で、ここに走って帰る。5が終わったら6へ行く。6行くと、ここから来てるね。こう来てる。4と6で10だ。8と2も10だ。だから両方とも一緒は大きいじゃないか。だからどっちも最大だから、どっちもぐるぐるとこうつけてる。7行く。7もですね、これ見たら2つある。こっちから来ると15。こっちから来ると8と7で15。これ両方とも一緒だ。だからぐるぐるぐるとこう2つになる。こういうふうにして、計算が、できるな。でこういうのをここのやったのを後期ってな、ここの後期って後期15日ですよっていうふうになるな。後期は15日です。そして、どういうようなルートがありますかというと、15日になるようなルートを探ればぐるぐるをたどっていく。そしたらここぐるぐるって来てたから、こう順番にこう回っていく。そしたらこうなる。だから例えば上から行くとぐるぐるをたどっていくと、ここにぐるぐるあったな、ここにもあったな、こっちぐるーっと回ってきて、こう。なんで、じゃあこれ全部15になったらいいんだ。4足す6足す5だな、赤で囲ってるの。このルートをたどったら4と6で10だ。5で15だ。でもう一つはこの真ん中をたどってですね、5足す2足す4足す、こう回って、4と。こっち側だな。これもほら、これが8で10で15でしょ。これも15になってる。全部15になる経路は、このぐるぐるの経路はみんなこう通ってくるようになるわけな。ここにもぐるぐるがあるからね、そしてここにもぐるぐるあるから、こういうぐるぐるのところを通ってくると自然にこう15日。もう一つはどこがあるかというと、ここもあるから、これをぐっとたどっていくとこれもこう変えていくね。ここからこれ、この3本がこうあるね。だから1番で何本ありますかって3本があって、合計15日ですよということで、答えが1番ですよとこういうふうに出てくる。これネットワークの計算もしっかりですね、まあ、テキスト見ればもうすぐ計算できるね。計算問題はここだけだからね。だからここだけしっかりやっておけばよろしいということになります。後期はね、一番まあよく試験出てくるのはこの作業主任者ですね。労働安全衛生法が一番台数が多いので試験出るのね。その中でも特にこの作業主任者の選任というのな。で、これ例えば石綿が 0.1% 含まれているですね、こういう保温材をまあ除去したりする作業は、これは作業主任者をですね、選任しなきゃいけないね。で、こと石綿の作業主任者というものを、選任しなきゃいけない。0.1% を超えるものを取り除く。0.5 だからこれは当然選任しなきゃいけないな。それから床ピット内部、要するにエレベーターの底だな。そういうところのピットを掘ったところに入って配管をしようというようにするときは、こういうところ入ってくると酸素欠乏の恐れがあるので、これはですね、酸素欠乏危険作業主任者というのを選任して、そのものによって指揮をさせなきゃいけないよ、ね、こういう床ピットでは酸欠になる、ね、ということで、それからこう石綿を除去するときは人の吸い込むとがんになると恐れがあるということですね。
それからアサチレンガスの非常に危険な扱うときは、これはガス溶接作業主任者というものを選任していけ。だけどこの1トン以上の移動式クレーンだな、釣り合い荷重 でこれは別に作業する人、作業する人そのものが技能講習の修了さえ終わってれば、玉掛けの資格は有資格者を選任すれば自分に一人で単独で作業できる。でこういう危険なところの作業は、これは作業主任者の指揮のもとにこう労働者が作業をする。これは自分でかければいい、資格があればかける。1トン以上の玉掛けは有資格者の技能講習があればいい、作業主任者の選任はいらないと、ね、いうことになる。まあ、こういう区別を、ね、しっかりと、まあ、整理できておくということが大事ですよ。以上のですね、ようなことを考えれば、大体やっていくには何やるか、やっぱ数値は結構大事だね、だから名前が大事だね。でそういうことをしっかり整理しておくということが、これは学科試験だけじゃなくて実地試験にもすぐ役立つので、学科試験の方はですね、丸バツつけるみたいな番号だけ、実地試験は今まで覚えた作業主任者とかさ、ね、それから例えば二酸化炭素だったら 1000ppm 以下の強力な懸念とか、一酸化炭素だったら 10ppm でいいぞとかね、冬のその細かいホコリみたいなもの 0.15mg/立方メートル以下だとか、そういう数値をですね、しっかり整理をしていくと割合この試験取りやすいんだね。ということで、その伊達を中心に頑張ってください。じゃあこれで説明を終わることにいたしましょう。